どうもおしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はですね、こちらですね、僕のサプリメントラックの方ですね、皆さんに紹介していこうかと思います。まあ実際今僕がどんなプロテインとかね、どんなサプリメントを持っているかっていうところですね。で、僕もそうだったんですけど、大体サプリメントってね、いろいろなものをね試したくなったりとか、すごい勉強したりとかしますよね。まあ僕もね、いろいろ勉強してみたんですけど、まあ結局のところね、奥が深すぎてね、勉強をやめました。まあ僕としてはですね、まあある程度ね、最低限の知識だけでいいかなと思いました。まあ人それぞれね、追求する部分は違うと思うんですけど、まあ、僕の場合はですね、まあ、サプリメント以外にもね、いろいろ勉強したいなとは思ってます。なので僕のサプリメントなんかね、もしかしたら結構ね、こう上級者から見たらね、こんなのいらないんじゃないのなんてのもあるかもしれないんですけど、まあ基本的には趣味で集めたものなので、まあ気軽に見てっていただければと思います。こういったコレクション的なものがね、好きな研究員の方はぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。さあ、それではね、やっていこうと思うんですが、まあ、こちらのラックね、まあ、いろいろもう、この、すでにね、見えてると思うんですけど、大体ね、半分ぐらいはね、入ってないんじゃないかなと思います。これにはちょっと理由があるんですけど、まあ、入ってるものと入ってないものとか、まあ、いろいろそういうのもね、見ていただければなと思います。まずね、一番上のこちらのね、棚からいきましょうかね。上の方にあるのが、エクステンドのプロテインですね。エクステンドの、こちらはバニラアイスクリームと、あとチョコレートラバケーキですね。こちらの方はね、まだ入ってます。それからもう一つこっちが、エボリューションニュートリューションのアイソレートプロテイン。これもまだもうちょっと入ってますかね。この3つは、まあ、今持ってるアイソレートのプロテインですね。で、あとこちらにはですね、僕の好きなエース君大宴会決定、あれかっこいいんですよね。もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、僕はこの体が最高だと思ってます。一番かっこいいんじゃないかな、このバランス素晴らしいですよね。広背筋のこの株のところ最高です。それからね、2段目の方行きましょう。2段目にはね、これこの間紹介させてもらったバルクス R ですね。ローランドさんがプロデュースしたプロテインです。これまだね、開けたばっかですね。それから、グロングの BCA のレモンですね。これは動画では紹介したことがないかなと思ってます。これ結構いいですね。それからこっち側はですね、これも完全に僕のお酒なんですが、宝焼酎です。御用達の宝焼酎ですね。最近ちょっとお酒あんまり飲んでないんですけど、宝焼酎と、あとは、フォアローゼスのバーボン。これも最近飲んでないですね。あとはレモン濃縮と、蜂蜜とか。あとはシェイカーとかね、こんな感じです。そして3段目はですね、この辺もね、結構いいプロテインがあるんですけど、これシンサ6のプロテインですね。こちらはですね、実はまだ未開封なんですよ。これアイハーブでね、このマイオフュージョンと一緒に買ったんですけど、まあ有名なプロテインなんで一回飲んでみたいなと思ってね、何も考えないで買ったらね、結構ね、カロリーが高いんですね。1食あたり200キロカロリーになってるんで、今ちょっとあんまりカロリー高いプロテイン取りたくないので、結局未開封って感じですね。こちらマイオフュージョンの方は、飲んでますね。これ美味しくて、いいプロテインですよね。それからエクステンドですね。まあ、BCA としては有名かもしれないです。今はエクステンドこれだけですね。レモンライムスクイーズだけ飲んでます。で、さらにね、その下行くとですね、こちらには、まあ、各シェイカーですね。白黒赤系が多いですね。まあ、通常のブレンダーボトルとかもありますし、あとこれもマイプロテインのプロシリーズのやつ。これまだ未開封ですね。こんな感じで、シェイカーは置いてあります。まあ、実際ここの中のと、あと冷蔵庫にも入ってるのと、あと1個ね、こちら。これが一番新しいやつですね。マイプロテインの窓付きシェイカー。この間のゴールデンウィークの時に買ったやつです。で、その隣もこれシェイカーですね。これはダイソー製のプロテインシェイカーです。僕これ6個持ってます。なんでそんなにシェイカーあんのかなと思う研究員の方もいらっしゃると思うんですが、僕もね、たまにそう思います。それからこれがですね、マイプロテインのこれポーチになっているんですけど、中身はですね、ミキシングボールですね。これ僕あんまり使わないので、こればっか溜まっちゃってるんですよ。まあ捨てればいいのかもしれないんですけど、この中に入れてるっていう感じです。あと下の方は、まあ調味料とかになるんで、まあこの辺はサプリメントとは関係ないところですかね。それからね、これ真ん中のところなんですが、この辺は結構 BCA 関係が並んでます。これらはですね、奥側はほとんどね、空ですね。手前側は入ってるような感じですね。これのオールインワンの BCA とか、これまだまだ開けたばっかですね。それから、オプティマムニュートリューションの BCA ですね。こっちは、これはクリアビーガンプロテインですね。で、後ろの方は、こういう風にですね、ハイドロ BCA とエクステンドの古いやつですね。これは新しいエクステンドですね。で、この辺はですね、もうすでに空になってて、でね、これYouTube をやってからね、なんて言うんですかね、気づいたというか、分かったことがあるんですけど、こう、サプリメントの動画とかを僕出させてもらってるんですけど、数ヶ月前の動画に対してですね、コメントでこう質問とかいただいたりするんですよね。そうするとね、手元にこのケースがないと、なんか答えられないことが結構多くて、実際あった方がね、この味とかね、思い出したりもしますし、これはね、なんかこう YouTube をやってね、分かった
ったことっていうか、まあなんていうんですかね、なんかこう捨てられなくなっちゃったんですよね。質問した時に答えられないと嫌なので、なのでスペースがある時はですね、この辺はね取っておいてあります。それからこっち側ですね、こっち側はクリアホエイのプロテインですね。グレープとオレンジマンゴーですね。この辺もオレンジマンゴーからだったかな、これももう一食分あった気がしますね。あとザホエイですね、プロシリーズのザホエイ、これ僕が結構好きなプロテインでよく買うんですけど、これも2つともからです。それから今飲んでいるプレワークアウトドリンクはこちらですね、ザカースです。はい、こちらを飲んでます。あともう一個はプロシリーズのザサーモ X ですね。これはねこう脂肪燃焼させたい時なんかに飲んだりとかします。でこちら真ん中ですね、真ん中はですね、こっちのカゴには、オートミールと、それからあとピーナッツバターですね、ピーナッツバターのパウダーのタイプですね、これまだ未開封ですね。でこれを、使ってます。これねパンとかにつけるとすごい美味しいです。今ちょっとあのダイエット中なのであんまり使ってないです。あとは本だしで、あとこっちにですね少しサプリメントあります。オメガ3とグルコサミンコンドロイチン、カフェイン、それから、マルチビタミンのグミとマルチビタミンの錠剤ですね。カフェインは僕結構好きで、タイミングによってっていうかね、こう集中力アップさせたい時なんかには単体でね取ることがあります。あとこっちはまあ大拭きとか、あとはお弁当のケースとかです。でまあ下は別に紹介しなくてもいいんですけど、ただのこれゴミ箱ですね、ゴミ箱と、あともう一つ下にあるのはこれマルトデキストリンですね。これはグロングのものですね、僕は今は使用しています。あとこれはビニール袋です、ただの。そしてこちらがですね、マイプロテインのプロシリーズの棚になりますね。まあ、僕はマイプロテインのプロシリーズが好きでですね、まあ、ここは結構ねこだわってちょっと黒で統一したくて作りました。まあ、マイプロテインのプロシリーズのね、まあ、好きなのはですね、まあ、もちろんあの内容的にも成分的にも僕は好きですし、あとやっぱパッケージがかっこいいので、そういうのをちょっとここは集めたラックとなってます。個人的にはものすごいお気に入りのラックです。で、まあ、ラックはあるんですけど、上の方にですね、こんな風にですねちょっと小物系があるので、こちらの方を先紹介します。この中に入ってるのもマイプロテインの、まあ、この辺はちょっと使いかけなんですけど、グルタミンですね。1キロなんでかなり大きいので小分けにして使ってます。でそれからこれは未開封ですね、クレアチンです。これはプロテインコーヒー、これはいつか飲んでみようかなと思ってまだ飲んでません。あとマイプロテインのザアミノプラス、これプロシリーズのやつですね、これは1回分のものです。それからファイラ HMB ですね、これはですね、会社の同僚からもらったんですけど、まあ、ぜひ試してみてっていうかそういう感じでもらいました。まあ実際全然まだ飲んでないです。それから、隣がですね、これ以前ね紹介しましたかね、ジュニアホエイプロテイン。これはあの、まあ、手をねちょっと怪我してる時に飲んでみたんですけど、まあ、今怪我が治ってからね飲めてない状態です。それからこれもあの捨てられないやつですね、バルクスのホエイプロテインのやつ、これも飲み終わってるんですけど、これもねたまに質問来るので、ゴミなんですけど取ってる状態です。あとは、まあ、ピルケースみたいな感じで、こうやってサプリメントケースですね。でもう一個がこれはプロテインのケースですね。あとはねちっちゃいシェイカー、これ持ってます。アルプロンのシェイカーはこれ小さめのやつになってて、これはね300、400入るシェイカーなんですけど、出かけるときなんかはこのプロテインシェイカーちっちゃくてコンパクトなんで僕はよく使います。それから胃薬ですね、強力若元、これで結構ね筋トレ好きな人には有名な胃薬なんじゃないでしょうか。それからね下の段行きまして、こちらからプロシリーズのこれはザパンプですね、ちょっと見にくいですかね、はい、ザパンプと、あとはプレワークアウトですね、プロシリーズのプレワークアウトが 1,2,3 4つ並んでます。全て空です。まあ、さっきも見せた通り今飲んでるのはねこっちのザカースなので、こっちはね今空になってます。まあ、あとこれはねちょっといろいろ集めてですね、ちょっと別のところに飾りたいなっていうなんか思惑もありまして、これはもうデザインが好きですしね。それからこっち側がザアミノブーストとザアミノプラスですね。まあ1回分のやつもさっきあったんですけど、これは実際もう飲み終わってまして、中身これは入ってないんですけど、今現在はね先ほどのあのグルタミンをねこの中に、はい、入れてます。これはもうグルタミンケースとして使ってます。それから新商品の、ゴールデンクリアホエと、あとゴールデン DCA とゴールデン EA ですね、ここに置いてあります。でその下がですねプロシリーズのプロテインですね、ザホエ、これもさっきもねカラーあったんですけど、これはね、このマルトデキストリンですね、はい、こんな感じでマルトデキストリンのケースとしてこれは使用してます。それからプロシリーズのチョコレートブラウニー、チョコレートブラウニー、ストロベリーですね、こちらも3つともね空になってます。空になってるんですけどね、この僕はケースがすごい好きで、何かにね使えるかなと思ってずっと撮ってるんですけど全く思いつきません。そういうのってね皆さんなんかあるんじゃないでしょうか。
それからもう一段下行きまして、ここにあるのはザホエですね。まあ同じですね。これ何ケースあるのかな。これはちなみに入ってるやつです。チョコレート味です。でそれからゴールデンホエイのプロテインですね。これも新しくこの間買ったやつです。あとプロテインブラウニーですね。ホワイトチョコとチョコレート味ですね。それからこっちのケースが EAA とシトルリンマレートとクレアチンですね。あとそれからね、この間のセールの時にもらったレイヤードプロテインバーが入ってます。で一番下ですね、まあちょっとここねあんまり綺麗になってないんですけど、プロテイングラノーラ、これも殻ですね。エクステンドの殻、これはね今度のゴミの時に捨てようと思ってます。あとそれから、この辺は炭酸水と、あと下の方に、それから玄米ですねが置いてあります。はい、という感じでですね、今回は僕のこのサプリメントラックの方ですね、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。結局ですね、今全部でですね、サプリメントどんだけ種類あるかってね、数えてみようと思ったんですけど、途中で諦めました。すいません。なんかちょっとめんどくさくなっちゃって。まあなんかいろいろあるなっていうのが分かったんじゃないでしょうかね。またね、あの半分ぐらいね、体っていうのも分かったんじゃないでしょうか。まあ、こういったね、棚って僕はあの隙があるとね、気になっちゃうんで、なんかこうギュッとね、埋め尽くされてる方が好きかなっていうタイプですね。こういったね、コレクションが好きな方ならなんとなく伝わってくれるんじゃないかなと思います。この動画を楽しめた方はぜひグッドボタンとですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに。